天人菊は、菊花天人菊属の一種。インディアンブランケット、サンダンスとも、ガイラルディア、ブランケットフラワーとも言うがこれらは正確には天人菊属の総称であり、この属の大天人菊や改良品種なども同様に呼ばれる。鹿児島県などで特攻下とも呼ばれることがあり、芸術作品や演劇等の題材にしばしば用いられるが、特攻体との関連を示す。 具体的な証言はない。英名のインディアンはインドではなくアメリカンインディアンの意味。和名では菊の名を関するが正確には菊ではなく別族である。北、アメリカを原産地とする。日本、台湾、中国、ハワイに帰化している。多年草だが一年で花をつけるため一年草として扱われることも多い。 高さは6 0トルから1ル前後。初夏から秋にかけて、直径6から8トル程度の花を咲かせる。強い耐寒性を持ち、陶器は、地上部は枯れ落ちるものの根の部分の実で越冬。春に、再び発芽する。また夏の暑さにも強く、おおむね土質を選ばず成長することもありがん強で、育てやすい。ただし過湿な環境に若干弱いので注意が必要。 なお種は、トゲ状で、特徴的な球形に密集して実る。増殖は種まき、株分け、刺し目。やや技術を要するが、寝伏せでも可能。赤色に黄色の副輪がある2色の花びらを持つ品種が一般的だが、黄色や赤色の単色品種などもあり、園芸品種としての選択肢は比較的広い。花の形は菊に似るが、 改良品種の一つであるプルーム系の品種が付ける花はヤグルマギクにも似た特徴的な八重咲きである。機械町立て看板 AB 天人菊国立環境研究所新入生物 DB ありがとうございます。